皆様こんにちは。今回は Android のロック画面に任意のメッセージを表示させる設定方法をご紹介させていただきます。ロック画面に任意のメッセージを表示できる機能は、一部のメーカーが販売している Android ではすでに利用できる機能です。しかし Android 7.0 Nougat において Android の標準機能として新たに実装され、Android 7.0 以降を搭載している機種で標準利用できるようになりました。Android のロック画面に任意のメッセージを表示させる設定は、Android のセキュリティ設定から行います。まずは Android の設定を開き、セキュリティをタッチします。画面ロックの右隣に表示される歯車アイコンをタッチします。ロック画面のメッセージをタッチすると、メッセージ入力用ウィンドウが表示されるので、そこにメッセージを入力し、保存をタッチします。これで完了です。ロック画面のメッセージは特に内容の指定などはないので、紛失時の連絡先を設定しておくなどの応用的な使い方もおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。以上、Android のロック画面に任意のメッセージを表示させる設定方法のご紹介でした。